東濃鉄道も、破百系電車。東濃鉄道も、破百系電車。東濃鉄道も破百型電車は、かつて、東濃鉄道脱線に在籍した電車。本校では、道路線において、本形式と共に運用された、区破200系電車についても記述する。脱線の電化に際して、1950年、昭和25年にも破101.102の2両が、 東芝車両、同年に東芝と合併し、現、東芝府中事業所で申請された。東芝車両はそれまで電気機関車の申請を多く、手掛けてきたものの、旅客用車両の申請は、同二両が、初のことであり、その後東芝は、旅客用車両の申請を一切行わなかったため、同二両は東芝が構えからだから、電送品、台車までを全て内製した、唯一の旅客用車両であった。 電化当初の脱線に在籍する車両はもは百計二両のみであったが、電化によるスピードアップ及び列車本数増は需要の増加をもたらし、輸送力増強の必要性が生じたことから、翌1951年、昭和26年にはそれらと編成する制御車として、日本国有鉄道、国鉄より区派101.10204の3両の払い下げを受け、 区派200系201から203として導入した。これらは南部鉄道、現東日本旅客鉄道南部線がその開業に際して申請したモハ100系であり、同社の戦時買収、国鉄席編入後は、電装解除され制御者として運用されていたものであった。後年区派200系のうち一両が電動車かの上モハ、100型へ編入され、 1974年、昭和49年の立ち廃線戦後は5両とも、高松こと平電気鉄道へ譲渡された。譲渡後は、同社70系、80系電車として2000年、平成12年まで運用された。モハ101.10には、溶接工法による反抗性車体を有し、設計そのものは落成当時の一般的な構造であったが、 車体長が14メートルに満たない小型車体であったことが最大の特徴である。両側つまめに運転台を有する両運転台構造で、前面は緩い局面を描いた丸妻形状とされ、貫通扉を持たない非貫通構造である。客用扉は1000ミリメートル幅の型回避を片側2箇所備え、客用扉下部にはステップを有する。側窓は2段上昇式で、 窓の上下には、ウィンドウシルヘッダーが通されているが、ウィンドウヘッダーが、車体全周に通されているのに対して、ウィンドウシルは、窓の直下のみに設置されており、前面から側面への回り込み部分や、扉周辺では、途切れている点が特徴的であった。窓配置は、D2D4D2D、D, D、D 乗務員扉、D、客用扉、各数値は、側窓の個数である。 ベンチレーターはガーランド型で屋根上左右に4個ずつ計8個設置されている。区ハ201から203もも派101から102、同様に両運転台構造の反抗性車体であるが、こちらはリベット組み立て工法を対応し、腰板部が広く取られた古典的な外観を有する。また、同三両は南部も派100系初期グループを出自とすることから、 車体隅柱部には L 型の形材による補強が加えられていることが特徴である。車掌側の乗務員扉は省略されており、窓配置は DD12D1、反対側は 1D12DD の左右、非対称構造である。なお、客用扉下部のステップは同三両では省略されている。また、側窓は、 原型では落とし窓方式の一段窓であったものを導入に際して上段固定下段上昇式の二段窓へ改造した。ベンチレーターはお椀型で、モハ100系同様屋根上左右に4個ずつ、計8個設置れている。車内はモハ100系、クハ200系ともにロングシート仕様であった。前述のように、モハ101.102が搭載する主要機器は、 空気制動関連の部品を除きすべて東芝製のものである。主電動機は SE-119H、端子電圧 750V 時定格出力 56.0kW を一両あたり4機搭載する。駆動方式は吊り掛け式で、歯車比は4.60と吊り掛け駆動の旅客用車両としては比較的大きく取られている。制御機は、 間接非自動制御方式のものを搭載する。東芝は、ゼネラルエレクトリック社の日本国内におけるライセンシーとして、戦前より、GE 社の開発した、MK 電磁単位スイッチ式間接制御機を、イセンス生産していた。本形式の搭載する制御機はその系譜に連なるものである。クハ201から203も導入に際して、主観制御機、マスコンを、 同制御方式に対応したものへ交換している。モハ101.102の台車は、側枠を一体中高生とした、ペンシルバニア型軸バネ式台車で、外観、機構とも、国鉄製式台車である DT16 台車に、告示したものであった。枕バネは2連の重ね板バネを採用する。固定軸間距離は 2250mm、軸受け構造は、平軸受け。 プレーンベアリング式である。区ハ201から203の台車は、汽車製造性傾向組み立て型釣り合い、両式台車 BW-78 から 25A で、南部も、八百型として落成した当初より装備していたもので、ある。同台車は、戦前から戦後にかけて、日本国内のメーカーにおいて大量に、コピー生産されたボールドウィンロコモティブワークス製。 ボールドウィン A 型台車タイプの初期の製品であり、弓型の釣り合い量が外観上の特徴である。時空受け構造は同じく平た時空受け式である。モハ100系、クハ200系とも全車脱線へ導入されたが、電動車2両に対して制御車3両という体制は運用効率上問題があったことから、1952年。 昭和27年に区派202.203は、運転台機器を撤去て、車両番号以下、車番とシルはそのままに、サハ200型と改称した。サハ2 0には、運転台撤去と同時に非電化路線である、笠原線へ転属し、客車代用として運用された。翌1953年、昭和28年には、サハ203が両運転台の電動車に改造され、 車番はモハ1 0 0系2両の続番である、モハ103と、改版、編入された。伝送品はモハ101.102と同一のものを搭載したが、台車はそのまま BW-78 から 25A を装備した。モハ103の進行によって、電動車3両体制となり、通常ダイヤにおける運用をすべて電車のみで賄う、子が可能となったことから、 脱線の却下分離が達成された。また、先に、笠原線へ転属した左派200にも1959年、昭和34年に、脱線へ再転属し、運転台機器を設置し区派202として復帰した。また、1960年、昭和30年以降、も派103並びに区派201.202に対して、痛みの著しかった外反の一部張り替えが順次、施行され、 張り替えが実施された部分は、ウィンドウシルが、原型のリベットをした段付け形状から溶接による、平板形状に改められた。もは101は1956年、昭和31年8月に、電気機関車、ED、e d 1 0 0 0 k 1 0 0 1と、正面衝突事故を起こした。復旧に際して損傷した、立ち側のつま面が引き扉式の貫通扉を有する。 タイラ形状に改められたほか、前面左右の窓の大きさが異なるという変形者となった。その後、輸送量の増加に伴って二両編成での運用が常態化したことから、1963年、昭和39年にもは102.103は、立川つまめに、区波201.20には、時守川つまめにそれぞれ貫通扉を設置し、区波2両については、 ときしがわの運転台を撤去して、変運転台化された。新設された貫通扉は、構成の扉窓一致ゴム固定タイプのもので、改造後は、前面から受ける印象に変化が生じた。なお、貫通ホロ並びに、ホロ枠は設置されていない。ついで九百六十六年、昭和四十一年にも破百二が、翌九百六十七年、昭和四十二年にはもは百一が、 それぞれ時主川妻面にも貫通扉を新設した。さらに後年、モハ102.103並びにクハ201に対して、全面、側面すべての窓サッシのアルミサッシ化が施行され、モハ103区波201は、側窓が上段固定下段上昇式の二段窓から上昇式の一段窓に改まられた。1972年、 昭和47年7月13日に発生した昭和47年7月豪雨による協梁流出に伴い、同日より脱線は営業休止となり、本形式も休車となった。約2年間の営業休止期間を経て、結局復旧は断念され、1974年昭和49年10月21日をもって脱線は廃線となり、 本形式をはじめとした、脱線に所属する全車両も、同日付で除籍された。廃線後1年近く経過した後、モハ100系、クハ200系5両は、全車高松琴平電鉄、琴電へ譲渡されることとなった。営業休止後から通算すると、約3年間もの長きにわたって、屋外で留置されていた子から、各社とも後輩が進み状態は劣悪であったものの、 当時ことでは、同社長備線の河川電圧1500ボルト昇圧を間近に控えており、昇圧対応が不可能な車両について、早急に代替を行う必要に迫られていくことから、同五両の購入に踏み切ったとされる。ことで入線後はモハ100型が70系71から73、クハ200型が80系81.82と、それぞれ解消、解判された。 導入に際しては、ことでの、各路線は、東能鉄道とは異なり標準機であったことから、改め機の必要が生じたが、71.72、もは101.102の装備する台車は一体中高性であったことから、切り継ぎによる台車枠の拡幅が不可能であった。そのため従来装備していた台車は廃棄され、71は、汽車製造性傾向組み立て型釣り合い、 両式代謝 m t 1 0 0 b に、72は、住友成功所、後の住友金属工業、現、新日鉄住金製中高組み立て型釣り合い、両式代謝 KS-30L にそれぞれ、乾燥された。また、73、モハ103及び81.82、クハ201.202についても代謝がり、変えられ、動産量は、 蛍光組み立て型釣り合い量式台車 BW-78 から 25AA を装備した。その他、主制御機は HL 式へ主電動機は71.72が、ドイツアルゲマイネ社製アセル -323BA、73が、東洋電気製造製 TDK-596AA それぞれ乾燥されるなど、主要機器については、 東納鉄道在籍当時の原型をほぼ失った形となった。一方、車体周りに関しては、車体塗装のこと定標準色への塗り替え及び71.72の客用扉下部のステップが撤去された程度の小変化に止まり、原型を色濃く残していた。導入後は十一から一点七二から十二の組み合わせで、半ば固定編成として扱われ、 73は、主に造血用車両として運用された。当初は全車とも、指導線へ配属された後、長尾線の昇圧工事完了後は、道路線へ転属した。その間、痛みの著しかった71.72の全面貫通扉を木製扉へ交換している。しかし、70系、80系の14メートル弱という車体長は、 当時こと電に在籍する車両の中でも最小クラスであり、収容力の面でた形式に見劣りしたことや、前日のように車両の状態そのものが悪かったことから、30系、3台、元京浜急行電鉄230系電車の増備に伴ってラッシュ時の運用が中心となり、特に71から81及び73は予備車扱いとされ定期運用につく機会は年々。 減少していった。1983年、昭和58年には1013系、元三義鉄道も、8 2 0系、区派210系電車の導入に伴い、より状態の悪かった73.82が廃車となった。編成相手を失った72は81と、編成されて引き続きラッシュ時の運用を中心に、重当され、残る71は、 開き駅構内において事実上旧車状態となった。その後、1990年代初頭には72に対して全面貫通扉の構成化、扉窓エッジゴム固定が実施されている。1994年、平成6年に実施された運行系統変更、指導線分断に際して72から81は指導線へ転属した。転属後の同2両は、 半固定編成を解消し、72は増結用車両として、81は1000系、3000系統と編成してそれぞれ運用された。また、同運行系統変更に伴って一時的に車両不足が生じたことから、1996年、平成8年に長年にわたる屋外放置で荒廃していた71が外補修、等の修繕工事を施行の上、 長尾線に配属され、約1 3年ぶりに営業運転に復帰した。同工事に際しては72同様に窓サッシがアルミサッシ化されたほか、平妻全面側の貫通扉の開き扉か、構成扉か並びに左右全面窓の寸法統一が施行されている。その後600系、700系、元名古屋市交通局300系、電車、1000系電車等の増備に伴い、 1998年、平成10年12月に72.81が、2000年、平成12年10月に71がそれぞれ廃車となり、ことでに在籍した、元東農鉄道出自の車両は全廃となった。廃車後はいずれも解体処分され、現存する車両はない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。